全日本大学駅伝区間予想、はい、はい、やってまいりました、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたしま す, いします。はい、よし、今日はどこの大学でしょうか。今日は明治大学です。大阪来ましたね、これやるんですね、はい、やりましょう、うん。もうね、先日行われた、うん、あの箱根の予選会も素晴らしかった、うん、ねえ、もうダントツでしたね、うん、強かった、うん、ちょっと疲れがどうかっていうね、そういう問題もありますけども、うんうんうん、ね、順位予想でも結構上位にしてる人も多いんじゃないですか。確かに、うん、ですね、メンバーも揃ってますからね。そうですね。じゃあ今日もまたヨッシーから見ていこうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、こちらです。ドン、1区児玉選手、うん、2区に鈴木清人選手、うん、3区に手嶋選手、うん、4区串田選手、5区に尾崎選手、6区に富田選手、7区に小澤選手、8区に加藤選手と、うん、なるほど、こういう形になっておりますね。もう隙がないですね、うん、うん、まず1区からいきましょう、はい、1区児玉選手はね、うん、まあ、東洋もね、1区児玉選手って、まあ、名前かぶりをしてるんですけども、確かにこの選手もやっぱ1区が強い選手で、うん、箱根駅伝の予選会がねすごい良かったんですよ ね、うん、ね、全体17位で、うん、もう非常に仕上がってると、はい、で、まあ、1区も得意な選手なんで、うん、1区に入れます。はい、で2区が鈴木清人選手ですね、うん、もうここでもエース、もう2枚看板のエースを使ってきて、うん、先頭争いをしたいなということで清人選手を入れました。なるほど、まあ、この選手も箱根予選会非常に良かったですから、うん、はい、どうしました、どうした、いやいや2区なんだと思って、2区に、うん、僕は2区にね、やっぱ強い選手入れたいんですよ、うん、はい、そうだよね、その傾向あるもんね。そうで、はい、3区に手嶋選手、はいはいはい、2枚看板の2人目ですね、うん、もう立て続けですね、ここも本当やね、はい、もうここで先頭に立ちたいんですよ。なるほどね、はいはい、ここで先頭になります。もう、うん、手嶋くんも、ね、予選会も非常に良かったですし、うんうん、調子は上がってきているということで、確かに、はい、テッシーですね、テッシーです、うん、で4区に串田選手と、はい、串田くんもね予選会18位で、ね、はいはいはい、強い調子のいい状態キープできてますので、うん、まあ先頭争いでここら辺はまだキープしつつって感じですね、うん、はい、で5区に1年生の尾崎選手、はい、スーパールーキーね、ここで来ました、はい、まあ、予選会も、まあ、箱根予選会もまずまずの結果ではあったと思うんですけど、うん、距離的には、まあ、この 12.4 キロはいけると思いますんで、うんうん、まあ、ここで、ね、大学駅伝デビューを、ね、見たいなと思いますね、うん、はい、で6区が富田選手、うん、はい、こちらの選手は箱根駅伝の予選会は、ね、うん、出てないんですよね、うん、温存だったのか分かんないですけど、うん、別に調子が悪いわけではないと、うん、なのでまあどっかには来るということで、うん、まあ、つなぎの6区ぐらいに来るんじゃないかなと予想します。ほうほう、はい、で7区が小澤選手、はい、この選手もね、まあ、予選会も良かったですし、うん、まあ、長い距離がちょっと得意なのかなと、うん、他の選手に比べて、うん、なので7区にしました、はいはい、でアンカーが加藤選手ですね、はい、この選手はね箱根駅伝予選会で日本人2位でした ね、 2位でしたね、もう僅差のね、うん、もうあとちょっとで日本人1位になるかっていうぐらい、なるほど、非常にいい走りしましたね、うん、でハーフがやっぱ強いということで、うん、もうこの 19.7 キロの距離は、うん、まあ、もう加藤くんじゃないかなと思います。なるほど、ね、はい、わかりました。うん、どうだ、このヨシの8人ってどうですか。ねえ、僕は、はい、やっぱ清人くんの1ですかね。2区もったいない、ちょっと、いや、ヨシやっぱ2区にエースを置く傾向あるよね。ねえ、やっぱ2区、うん、箱根にも通ずるというか、まあ、2区に強い選手を置きたいみたいなとこあるんですよね、うん、なんかやっぱ遅れたくないっていうのがあるんでしょうね。そうそうそう、うん、でもこれでいくとやっぱ3区までは去年みたいにいいところいるんじゃないですか、うん、ね、いそうですよね、うん、なるほどね、分かる気はする。なるほど、じゃあまあ問題ないと、これそうですね、いいオーダーだと、オーダーですね、尾崎くんがあとどうかですよね、そうですね、なるほどね、ここがデビューですから、うん、はい、なるほど、分かりました、はい、そういうふうなことでですね、意見を言ってくださってます、うん、とっちゃんですけど、はい、とっちゃんどうでしょうか、はい、どうぞ。僕はですね、いきます、うん、こちらです、ドン、はい、1区児玉選手、2区富田選手、3区テッシー、うん、4区串田選手、うん、5区小澤選手、うん、6区橋本選手、7区加藤大成選手、8区鈴木清人選手という布陣にしました、はい、なるほど、まあ、まんべんなく散りばめたんですけどね、うん、ほうほうほう、はい、まあ、僕はね、箱根の予選会のチーム層なんですけどね、予選会があれの7位までを入れて富田君を加えたという布陣ですね、はい、やっぱり、メジャー強いっていう理由が分かるのは、うん、まあ、今からちょっと説明しますけど、うん、
1区の小玉くんですね、はい、もうやっぱ予選会が非常に良かった、よかった17番で1時間2分台62分台で来てます、うん、もう1区は僕でいいでしょと監督に言わんばかりの走りでした、はい、ということで1区は児玉選手、うん、はい、で2区富田選手、はい、でここスピードランナーがね、うん、あの他の学校も多いと思うんですよ、はいはい、でそこに対抗できるように、うん、一番、まあ、僕明治でスピードあるのは富田君と思ってるんですよ、うん、でしょうね、はいはい、うん、でしょ、でしょ、うん、でしょ、ですからここに入れたいということですね、はい、で3区は手嶋選手、うん、はい、まあ、この選手はねもう本当積極的な走りがスタイルなんですよ、はい、うん、だから積極的な選手はねやっぱ前半に入れておきたいということですね、うん、で4区は櫛田選手、はい、ここはですねあの学籍出身ですよ、うん、あの一番多いと思われる、うんうん、今の駅伝ランナーでですね、でやっぱり28分19秒という1万メートルの記録を持ってます、うん、はい、これはもう魅力ですよ、うん、であの箱根の4区もね経験してますし、うん、よかったですよね、うん、で5区は小澤選手、はい、あのずっとね怪我で苦しんだ、うん、あのシーズンが多かったんですけど、うん、やっと治って万全な小澤くんがここで登場するんですよ、うん、でエントリーされてるんですよ、はいはい、ですからもう走らせるんじゃないかと、うん、今まで走る走ると言われて怪我でずっと走れなかったから、うん、ね、はい、もうここで走ってくるんじゃないかと僕は思います、うん、でロックは橋本選手、この選手ですよ、うん、あの予選会ではね、うん、あのめちゃくちゃ明治を引っ張ってたんですよ、うん、みんなをこの選手がですよ、うん、箱根もねまだ走ってない選手が引っ張ってたんですよ、うん、でこの引っ張り、まあ後からはちょっと垂れてしまいましたけど、うん、あのやっぱこの引っ張りを してるの誰だと思ったら橋本選手、こういう選手は僕使うんじゃないかと思って、うん、4年生ね、はい、うん、でやっぱりあの急成長してますし、うん、やっぱり橋本選手のおかげなんじゃないかなと思います、あの明治の予選会があそこまで行けたのは、特に加藤大成選手が2位になったのは、うん、橋本選手はやっぱ引っ張ったおかげじゃないかなと思ってます、なるほど、はい、まあ、チーム層というかね、うん、そういうのに貢献したと思います、うん、で7区は加藤選手ですよ、はい、これヨッシーアンカーにしてますよね、してます、はい、うん、この選手はやっぱり予選会の日本人に、うん、あの栗原君はねあとちょっとで、まあ、あと1秒あれば追い抜いてたんじゃないかなと思います、まさか明治でね加藤君が1位で来るとは、まあびっくりですね、ちょっと思わなかったんじゃないかと思います、うん、しかしやっぱなんか自信を取り戻したんじゃないかなと思います、うん、そしてアンカーはもう大エース鈴木京都選手ですよ、うん、去年と一緒か、去年と一緒です、うん、もう去年も良かったし、うん、青山学院の吉田啓太選手を追い抜いたし、うん、ですね、はい、うん、まあやっぱあの箱根もねあの特殊区間ですけど、うん、やっぱそういったところにも経験ありますし、うん、まあちょっと距離が伸びたって言っても、うん、山登りなんかねを20キロ走るわけですから、うんうん、それとキャプテン C が強い、うんうん、まあこういった部分であと今季も絶好調中の絶好調、絶好調ですね、ということでアンカーにしました、うん、まあ、田澤君とかにもね勝てるんじゃないかなと思います、なるほど、はい、勝てる、勝てるというかね、まあ、まあ、張り合えると、戦える、うん、戦えると思います、うん、ここで一緒にスタートしたら、うん、はい、はい、逆にこのヨシこうやってどうちゃんの見たらどんな感じですか、はい、いや強いっすね、うん、やっぱ入ってない選手もいますけどね、そうですね、僕は尾崎くんを入れてたんですけど、うん、橋本選手、橋本選手ですね、やっぱ予選会が良かった方っていうことですね、そうそう、僕は4年生です ね、うん、ね、1年生ですね、そうですね、うん、やっぱね1人この5区に1年生入れたいっていう思いがあるのと、うんうん、確かに、うん、まあ、尾崎くんやっぱ好きなんで、まあ、入れたかったんですよ、走りそうなんよね尾崎くん、そうそうそう、駅伝は、うん、でやっぱ見たい ね、アンカー鈴木清選手はね、うん、去年良かったですからね、うん、だからそう言われたら、まあ、分かるよ、もったいないっていうのは、うん、後ろに置いたってちょっともったいないような気がするっていうのは分かるんですけど、うん、ただ前にもねいい選手多いから、うん、確かにね、うん、ちなみにですね、これあの前回生配信の時に、はい、あの最後に、はい、みんなで区間エントリーした時に最後明治をバンと出した時、はい、あの時なぎんさんという方からの、はい、ね、区間予想ですね、予想来たんです、はい、まるっきり僕全く一緒なんですよ、ね、だからちょっとびっくりして、ね、真似しました、はい、真似してない、真似してない、そんなコピペでしょ、はい、ボギーが違います、僕はこうやって資料にしてきてたんですしてた、はい、だからあれ見た時に、うん、うわっと思ってですね、びっくりした、はい、生配信の動画見た方が分かると思うんですけど、はい、ちょっとときまきしてるところシーンがちょっと終盤になりますので見てください、ちょっとおかしかったと思うんですよ、僕の動きが挙動がおかしかった、はい、まるっきりしてたらびっくりしてました、あれってなりましたからねやっぱりなかなか全部一致するっていうのは変な話、わあびっくりしました、ロトが当たったと思うんですからね、うん、そうですよねだからもう投げなんで意思疎通ができてるんでしょうね、はい、でもこうやって見ると本当に明治強いと思うんですけど、はい、ちなみに2人は明治、うん、
5位以内に入ってなかったですね。僕はですね3位を。3位だ。そうかそうか。よし入れてましたね。どうせ入れてなかった。僕入れてない。僕はね高太郎さんにね名義が強くないのかって言われて、うん、ちょっと僕下なんですよって言ってた。何位ぐらいを考えてたんですか。僕は7位ぐらいをね考えてるんですよね。疲れかやっぱり。まあ疲れはね、うん、一緒なんですよ。去年三浦くんとか疲れてるだから走りしましたし、まあそうですね、強い選手はやっぱ強いと思うんですよ。うんうん、でもやっぱ総合力はやっぱ上に行く大学多いんじゃないかと。ああ、なるほどね。いうことですね。なるほど。やっぱ箱根のイメージもありますよね。なんか11位だった。うん、11位のイメージ。なるほどね。まあイメージがついてるっていうこともあるのか、どうかにとってはね。まあ箱根の方のイメージですね、僕は。その予選会とかよりもですね。なるほど。わかりました。まあどちらでもですね、絶対強いでしょうね。強いっすよ。思います。強い、強いんよ。うんうん、穴がない。はい、ね、本当に楽しみです。はい。わかりました。今日はね、予想。ありがとうございました。はい、皆さんもぜひ楽しんで見ていきましょう。はい、ありがとうございました。